魚、レッツゴーアドベンチャー。はい、皆さんこんにちは。今日もお魚アドベンチャーの時間がやってまいりました。いやー、もうね、今ね、まあ動画編集中なんですけど、ちょっとこれチラ見せします。チラッとね、チラ見せします。チラッと、おっと、なんかチラッと水槽がね、こう見えてるかもしれないですけど、実はお魚アドベンチャーアクアリウム動画を復活したいと思います。かれこれね、もう5年近くね、アクアリウムの動画をね、やってませんでした。この動画もね、またね、動画編集頑張ってアップロードしていきます。いやー、ただね、動画編集ってね、ものすごい大変なんですよ。なんかもうこれね、見てください。もうこれ、この周りパソコンのね、ところに USB をね、こう繋いでるんですけど、まずね、パソコンにね、何を指してるかっていうと、こちらですね。このカメラでね、撮影した映像っていうのはね、全部ね、SD カードにね、録画されてるんですけど、その録画された SD カードをここに挿すと、パソコンにね、それをね、読み込ませることができるというね、ものなんですけれども。まあ、これはもう必須ですよね。絶対必要です。で、あとは、こういうね、外付けのハードディスクね。で、これは、両方いっぺんにね、本当は繋ぎたいんですけど、とりあえず、これはね、交互に使ってます。今はこっちの黒い方をね、挿してるんですけれども、こっちのね、SSD をね、挿したい場合は、一回一回ね、こういうところのね、線をね、抜いてます。これがね、地味に大変なんですよ。もう一回抜いて、で、次これを挿すみたいなね。パソコン側で取り外すっていうのをしてから、これをね、抜いてあげないと、データが消えちゃったりするんで、もうそれがね、結構一時大変なんですよね。で、あとはね、これは何かっていうと、これね、僕はね、こんな感じで、デュアルディスプレイでね、やってますんで、例えば、こういうのをね、上にクーッとこう、持っていくことができたり、ね、この下にね、このまま下げたりとかね、こんな感じで、まあ画面を2つ使ってやってます。まあ基本は、やっぱね、上の画面でやることが多いですかね。ね、上の画面で動画を編集したりとかね、することが多いかも。で、下の画面で調べ物をしたりとかね、することが多いですね。で、それを繋いでる線というのが、こちらのね、線になるんです。あとはね、ここにも挿してるんですけど、これは何かっていうと、パソコンをね、充電するためのケーブルです。というような感じで、今ね、4つ刺さってるわけですけど、本当はね、もうちょっと刺したいんですけど、なかなかね、これ以上増やせない。一応ね、こういう USB のね、ハブみたいなの持ってるんですけど、これもね、ちょっと使いづらいんですよね。結局ね、この USB Type A ですかね。これ Type A を直接ね、MacBook Pro に挿すことができないんで、Type C に変換するやつ。もうこれ挿すのもめんどくさいんですけど、もう挿して、で、この状態でパソコンに挿すということをしてるんですよ。さらにこっちも Type A なんでね、これもまたね、めんどくさい。だから、もうこれ全然使ってません。僕はね。でね、いろいろね、ずっとね、悩んでたんですけど、まあ、今回ちょっとたまたま、あるね、企業さんから、それをね、解決するようなね、商品をご提供いただきましたんで、そちらを紹介したいと思います。それがこちらです。イーグレット、ハンドバッグ型 USB-C ドックステーション。こちらですよ。イーグレットさんにね、ご提供いただきました。こちら見てください。超可愛らしいですよね、これ。ね、これ何やらね、ハンドバッグをね、イメージしてデザインされたみたいです。まあ、つまりね、これ、すごい可愛いデザインなんでね、カフェとかね、そういうところでも気軽にね、持ち運べる。なんかね、仕事をしに来たぞって感じを出さないんでね、どこにでもね、持ち運びやすいですよね。裏面がこんな感じですね。めちゃくちゃ詳しくね、しっかり書かれてます。こんなにね、詳しく書かれてたらね、どんな人でも大体ね、一発でわかりますよ。だってこれね、穴とかカードとかのね、形状までね、しっかりとね、絵で描かれてますよ。これわかりやすいですよね。それではね、ちょっとね、開けてみます。パカッと。うおー、来た！来ました。うおー、いいじゃないですか。あ、なるほどね。なるほど。あのね、このね、素材がね、ちょっとね、マット調な感じがしますね。なんかほんとバッグの素材みたいなね、そんな感じ。ザラッとはしてないんだけど、本当にね、布っぽい見た目。
ね。ただ、プラスチックです。ね。布でできてるわけじゃないんですよ。これね、ハンドバッグみたいにこうね、持つ。持ち手の部分ですよね。持ち手。これが実は取り外せて、で、取り外したらこれをパソコンに挿すっていう、そういうことですよね。すんごい。めちゃくちゃこれね、アイディアやばいっしょ、これ。これだけでも感動しますわ、本当に。いやー、すごい。だってね、これ見てください。この穴の数。ね。ここに USB のタイプ A がね、挿せますよね。ね。4つあります。で、こちら。いいですね。HDMI。挿せます。つまり、ここからテレビとかパソコンのモニター、あとはプロジェクターとかにもね、つなげるので、パソコンの映像をね、そちらに映し出すことができるというね、ものが、ここについてますね。そしてその横、これ、ここにね、LANケーブルをつなげる。要は、インターネットをするときに、無線じゃなくてね、有線でつなごうというね、これは素晴らしいね。そして、そして、反対側行くと、これね、これいいね。上にね、SD カードをさせますね、SD カード。その下、ここにマイクロ SD カードさせますね。ここにはね、USB Type C のね、穴がありますけれども、実はこっちにもあるんですよ。これの違いっていうのが、説明書を見る感じだと、こっちで給電をするみたい。つまり、これ今パソコンのね、充電をしてるんですけど、この線をここに挿すという感じですね。そうすると、給電ができるってことですね。で、もう一つのこちら。この穴は普通にね、データ転送用のね、タイプ C として使えるそうです。ってことは、タイプ C の穴は2つですね。2つ。じゃあちょっとね、早速ね、これ、繋いでいきましょうか。ね。そしたら、まずこのね、電源のケーブルからね、これから抜いて、そしてこれを、ここにね、刺します。ね。いいですね。刺さりました。いいですね。今ここに刺さってるこれ。これ何かっていうと、SD カードをね、挿してパソコンに読み取る機器なんですけれども、これ、正直もう必要なくなりました。ね。なぜなら、ここにね、すでに SD カード挿す穴と、マイクロ SD カード挿す穴がね、もうここについてますんで。ね。このハンドバッグにね、ついてますんで。だからもう、これはね、必要なくなりました。はい。ということで、おさらばなんで、こちらをね、抜いていきましょう。はい。この奥の線はデュアルディスプレイをしているね、モニターの線なんですけど、これね、タイプ C にしてるんで、今回はこれは抜かずにこのままいきます。じゃあ次ね、こちら。この手前の方ね。これはハードディスクなんで、これは抜いていきましょう。抜いていって、今までこういうね、タイプ C に変換するアダプターみたいなね、ものをつけてたんですけど、これ抜いちゃいます。はい。で、このタイプ A をここにね、挿します。ガシャン。まだね、全然余裕ある。そしたら次はね、こちらのね、外付けの SSD。これをね、取り付けていきます。こちらのケーブルはね、このタイプ C なんで、ここにね、差し込んでいきます。ブサッと挿しました。今こんな感じですね。いいですね。そしたら次にこのね、SD カードね、これを差し込みます。グッと刺さりました。結構飛び出ますね。うん。まあ、こっちの飛び出てた方がね、取り出しやすいんでいいかも。では次はこのマイクロ SD 入れていきます。はい、こんな感じで今ね、刺さりました。しかもこれね、今気づいたんですけど、ここ、わかりますかね、これ。飾りみたいの先端からね、青い光出てる。これすごい。なんかね、わかります。宝石みたいな感じ。めちゃくちゃおしゃれじゃないですか、これ。ね、素晴らしい。で、最後はこのね、本体から出てるね、この線ね。これをパソコンにね、ブサッと刺していきましょう。行ってこい。えい。よしよしよし、来ました来ました。いや、めちゃめちゃスッキリしました、このあたり。ね、さっきまでここね、2本刺さってたんですけど、ここがなくなるだけだいぶね、いい。このちょうどマウスここに置いてるんですけど、線がね、ここに出てるとマウスがね、当たるんですよね。でも、線がなくなったんで、ね、マウスが自由。もうこんな感じでね、動かせる。こんな感じで。ね。で、こちらのドッキングステーションは、ヨドバシカメラとかね、ビッグカメラ、あと楽天市場ね、あとアマゾン、ね、アマゾンでも買えるみたいです。で、お値段が5980円。ね、これ高いの？安いの？どっちなの？って思われると思うんですけれども、これは
正直安い。なんでかっていうと、これ別々でハブを買ったりとか、HDMI のね、機器を買ったりとか、別々で買うと、普通にね、6000なんて余裕で超えます。それが、この1台でね、全部賄えるっていうのはね、僕はすごくね、お得だと思います。3色あって、このブルーと、あとピンク、あとグリーン、この3色ね、あるんですけど、まあ、このね、ブルーであればね、男性でも全然いける。僕は普通にこれね、持ち運ぼうと思ってますよ。これはやばい。出張先とか行った時ね、これ1台あったらね、まあよっぽど困ることないと思います。なのでね、まあ特にね、動画編集される方ね、そういう方はね、こういうのが1台あるとね、すごく動画編集もはかどるんで、まあ一つのね、自分への投資だと思ってね、皆さん使ってみてはいかがでしょうか。でね、詳しい情報、例えば公式サイトだったりとかね、そういったものは概要欄にね、全部載せておきます。気になる方はね、そちらからぜひね、チェックしてみてください。ということでね、僕はね、もうね、このね、ドッキングステーション使ってね、もうこの動画編集、これね、大変なんですよ。動画編集大変なんですけど、これをね、しっかりとね、編集して、次回からね、アクアリウム動画、復活していきたいと思います。ということで、本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それでは、次回の動画、お楽しみに。